ども皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはすごいアニメソングいきます。ドーン、カイキタン、イブさんの歌うカイカイキタン、漢字がめっちゃ難しい。これは何かというとアニメ呪術廻戦テーマソングということで、この曲聴いてもらったらわかるんですけども、すごいんですよ。もう早いっていうか、言葉がもうなんかね、とにかくもう勢いの塊がずーっと突き抜ける感じで、まさかこの曲をウクレレでということでやってみようと思うんですけど、これ案外に深いことになりました。思いっきりもうアニメソング好きな方はもちろんですけど、これね本当にね脳トレ要素もすごい高いんで、ぜひこれチャレンジしてみてください。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンなんですけど、今回この曲めちゃくちゃ歌のこの言葉が早くてですね、これ相当ねコードは簡単ですけど歌が難しいかなと思います。はい。それで後半はかっこいいバージョン、これはねもうスピーディーにもう駆け抜けるように、あの疾走感を失わないようにこのウクレレでどこまでできるか、そんなチャレンジもしております。2バージョン最後までぜひとも、ご覧いただいて、ぜひともこれウクレレでね聴いてみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいけどやったことなかったわとか、私きっと不器用だから無理っぽいとか、一回楽器をチャレンジしたんだけど挫折しましたという、そのあなた、もうそんな方がどんどんウクレレ弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがございます。まあこのプログラムを見ても全世界中の方がこのガズレレ YouTube で音楽始めてますよ。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクを貼り付けます。こうリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間。これ YouTube なんて全て無料でございます。皆さん今すぐ音楽始めましょう。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック、カチッ。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もアップロードされております。今日みたいなアニメソングもめちゃくちゃ多いんで、アニメソング興味ある方、ここにリンク貼っておきましょう。アニソン必見ですよ。これから聞くからやるに変えていこう。それでは早速やってみたいと思います。イブさんの歌う呪術廻戦のテーマソング、カイカイキタン。ガズレレレシンプル簡単バージョン、ちょっとゆっくりめでやってみます。誰よりも悟ある街に生まれし、この正体を
想像して走って転んで消えない、叩いては世界が待ってる、この一瞬を、せーの、開会来たガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これゆっくりやったんですけど、これでも結構言葉としては早いんですけど、まさにこれをねちょっとねチャレンジしてみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ちょっとショートカットアレンジバージョンになってます。大枠で言うとね2番のパートがカットされてるんですけど、全部やってみたいなという方は1番のコード進行を書いて、そこに2番の歌詞を書き足していって、オリジナルの楽譜を書き足していただくと演奏できると思いますんで、時間ちょっと余裕できてきたら、そんなこともやってみてください。そして今のシンプル簡単バージョンガズレレとね一緒に YouTube で合わせられるようになった方、次のステップがあります。その次のステップというのはですね、皆さんご自身一人だけで演奏してみる。これがね、まずはそこ行きたいですよね。そうすると自分でメロディーとリズムをね生み出すというわけですから、これは素晴らしいです。その時はやっぱ最初のうちやっぱり楽譜がいるでしょうか。特にこの曲歌詞がすごいんで、何かを見ながら最初やった方がいいと思うんですけど、もうちょっとしたらですね、今、ガズっていつもこうやってノートに自分で書いて、これを見ながら今も演奏したんですけど、もうちょっとしたらこれ画面に大写しにしてこんな風に書くのはどうですかということでご紹介しようと思うんですけど、今この便利なサービス始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の開会ギターも含むガズが今まで手書きでも書きまくってきたノート楽譜の中から毎月5曲自分がやってみたいな面白そうだなという曲をダウンロードして即座に練習できるというね、そういう画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですねアプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですねあともう一個これがあります。ドンガズレレ大学、こっちはですねもうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですねガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そしてこれ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもねなかなか面白い企画です。幻冬舎です。出版社の幻冬舎さん、これでですねなんかこう今まで音楽を知らなかった方が、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますので、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。開会来た、こういう難しい字を書くと、これもねガズももう何回も書き直したと、これ難しい感じがで、歌詞の中にもすごい感じ難しいんで、まあなかなかの悶絶なんですけど、はい。見ていきましょう。これイントロなんですけど、これちょっとねパートにいろいろ分かれてて、まずこの F と D7 これをやって、ここ2拍ブレイクというか空間を空けて、ここから前奏の、まあ、リズムが入ってくるということなんですけど、これを2回繰り返して最後 F で伸ばしてから歌が始まるという、そんな感じです。これね何度もちょっとデモを確認して、デモ演奏を確認してちょっと感覚をつかんでもらいたいんですけど、ここからここまでがかける2ですからね、はい。そんなこと感じです。でここから歌が始まるんですけど、ここの A メロのところのこの歌のメロディとタイミング、これはやばいですよ皆さん、これ悶絶です。これ一応ガズのノートとここに点が書いてあるでしょ、これで一応タイミングを測ってるんですよね。これ参考になればと思います。これね映しておくんで、画面を一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、ガズクラブでこのねさっきちょうど紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもいいと思います。とにかく、楽譜を用意しましょう。はい。でこんな感じですね。でこういう下にくるっと囲ってるさ、ここね後半やるかっこいいバージョンでここ決めでやりますよということで、ダダーとか書いてあるんですけど、コードが変わってくる
るとこもね、あるんでね、こういうところですね。はい。下にくるっと囲ったやつはかっこいいバージョンで使うコードでございます。はい。ここもなんかいろいろ書いてある。はい。あとね、これ、下にあるのは大体かっこいいバージョンで、こうやってやるよと指定でございます。今、さーっと映して一時停止してください。はい。はい、このサビがね、またここもね、もう畳みかけるように、ここの矢印マーク、これシンコペーションといって後で説明しますけどね、シンコペーションマークたくさんです。はい。で、このサビをやって、見てください。ここに1って書いてあるでしょ。ってことは、2枚に渡ってまーす。はい、2です。はい、ここサビの後半こっちにまたいじゃいました。ということなんですけど、ここら辺のね、リズムとか言葉とかメロディーのね、歌い方、結構ね、難しいっすね。はい。そして、ここをこんな感じでやってきて、ここも進行ベージュ、キメが入って、で、ここ伸ばすとか書いてあって、こんな風にやって、ここもかっこいい場所でここキメを入れていって、そしてここがブリッジパート。ここがですね、タイミングとメロディー。相当これはね、難しいと思います。ここもガズもね、拾うのにすごく苦労したんですけど、なんとかこんな感じでアレンジしてみました。はい。そして、ここまで終わったら今度は見てください。サビへ戻るでしょ？サビっていうのはさっきやったこっちの、ここですね。ここまでずーっとまた戻ってきて、また、ここまで来て、サビの後半まで来て、ここまで来て、ここで終わって、Aマイナーで終わるというのがガズレレアレンジです。じゃあ出てくるコードを見て。いえ、結構これ山盛りですね。まずこっち側のやつ。が入門コードのグループです。で、今のシンプル簡単バージョンで唯一ちょっとね難しいというか普段見慣れないコード D シャープ出てくるんですけど、ちょっとこれ後で解説します。今ここの縦のやつ読んでいきます。 C、A マイナー、F、D7、C7、G7、E7、E マイナー7、1、2、3、4、5、6、7、8個のコードね。これは、安心の入門コードです。これです。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループなんです。その入門コードというのは10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードですから押さえるのは1個ずつ見たら全部簡単だけどね、10個いっぺんに覚えようと思うと、もうどれがどれだかわけわかんなくなっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入って覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。これ必見ですよ。ここでコード、入門コード10個は覚えてください。もう面白いように覚えられますから、この10個覚えておくとね、もういっぱいいろんな曲できるようになるので、まずはこの10個から覚えていきましょう。そしてもう一つ、さっきから何回も出てます、この D シャープというコードをかっこいいバージョンでもか、簡単バージョンでも使うので、これをちょっとご紹介しましょう。押さえる場所はね、まずここ C7 のところと、こことここなんですよね。だからこんな風に押さえる、これがいいと思う。もうこれしかないですね、押さえ方はね。そうすると響きは、響きがなんかこうふわーっとした感じ。はい、押さえる場所、こことこことここ、こんな風に押さえる。ここがちょっと開くからなんとなくね違和感あるけど、ちょっと慣れるとできるようになると思います。 G シャープ、D シャープなんとか押さえてこの曲演奏してみましょう。さあ、それではここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、この曲はちょっとかっこいいバージョンの前にまず4つ右で歌えるようになっておいてください。これほんと難しいですよ。この A メロのとこ、ジョンジョン、ヒトの中のなんかラップみたいな、なんかこう畳みか言葉がガーッとこう押し寄せてくる。しかもかっこいいバージョンっていうか、もう原曲のテンポでやったらめちゃくちゃ早口ですから。これはね、まず4つ引きでやって、もう本当にお願いします。これ、この後リズムが入ってきたらもうね、歌も中途半端、リズムも中途半端になっちゃうんでね。はい。そんな感じで歌をまずマスターしてもらっているので、じゃあかっこいいバージョンに入っていくということで、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンではこれにプラス2つのコードが追加されます。まずこれ、Gm7。Gm7 よく出てくるんで、ガズレレで、こことこことここですね。こことこことここ。なんで、こういうふうにキュッと2つ、人差し指でこのぐらい反り返って押さえる。か、もう1個最近、押さえ方は、この3弦から押さえた方が押さえやすいっていう人が結構います。なんでとにかくここを押さえて1フレット、こことここ、人によってはここ3弦も押さえちゃってもいいと思います。でここをちょいと足す、はい、これが押さえ方ですね。はい。でちょっとこうたまにね、ここギュッとこの角度に指が反らないよっていう人がいらっしゃるんですけど、そういう時はこうやって押さえたり、こうやって押さえ、ちょっと工夫してなんとかこことこことここ押さえて Gm7 押さえていきましょう。あともう一個のコードこれです。はい。E7 指す4。これは結構簡単。 E7 っていう入門コードね、こことこここんな感じで押さえてて、人差し指見て、これがこっちになったら E7 指す4、こっちになったら E7、 これはね E7 指す4から E7 みたいな、この使い分け結構このパターンで出てくること多いんで、覚えてください。そしたらですね、今日出てくるリズムなんですけど、今日はですね、基本的にはね、一個のリズムなんですけど、ブリッジパートの後半でちょっとだけ、出てくるリズムもあるんで、結局二つですね。はい。ドン。8ビートのチャと16ビートのチャ。この二つでいこうと思います。この8ビートのチャっていうのは、この曲がまたロックのテイストが強くて、もう、ぐいぐい前のめりで、ドン、タッ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 、これガン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 行く感じが、やっぱ8ビートのチャが、これもうバッチリ似合うんですよね。そして、
ブリッジパートのところの後半、目の前の全てから言えることさえやめたという、その辺のメランなんか不思議なふんわりしたブリッジパートのところの後半で一応16ビートチャを使うということでございます。この2つのリズムの解説動画、ここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレのリズムいろいろというガズレレホームページの1枚のページになりまして、そのねページの中から8ビートのチャ、16ビートのチャーの濃厚解説レッスン動画がすでに上がっております。これの動画を見ながらも一緒に合わせてこのリズムをねマスターしてもらいたいんですけど、まず8ビートのチャーなんですけど、この曲の場合はもう勢いが結構あるんで、すごい力が入ってるように見えるかもしれないんですけど、あんまり入ってないですからね。スナップを聞かせてます。力入ってたら疲れますからね。もうほんと手首はゆるゆるです。この疾走感はでも出していきたいですね。はい。これ勢いある感じで8ビートのチャをやってまいります。で、そのブリッジパートで出てくるところの16ビートのチャは結構軽やかなんですよ。目の前の全てから抜くパクスパスパス。はい。軽やかな感じでできるようになるといいと思うんですけど、この16ビートのチャっていうのはなかなか難しいリズムでございまして、やってる方はわかると思うんですけどね。まずは8ビートのチャ、から始まって、だんだんステップアップしていくような、高度なリズムです。はい。ちょっと取り組んで、時間かかるかもしれないんですけれども、取り組んでみてください。じゃあ、細かく解説していきます。まず、イントロなんですけど、まず、最初の、出だしのところをやってみると思います。ワン、ツー、スリー、フォー、タッ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 タ。すごいでしょ。このね、フレーズはまずこの F のワンブロックの中でタッとタッとタッ、結構キメっぽくカッティングっぽくタッとタッとタッ、こんな感じで、次の D7 でダーダータッタッタッ、このリズムダーダータッタッタッ、これね2拍3連というリズムでちょっとね難しいリズム。もう一回いきますよ、最初から、せーの3、はい、タッ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 、このタッタッタッの時はやっぱりカッティングがやっぱ使ってた方がかっこいいですよね。このカッティングっていうのは、この、見てて。左手で、音を止める。はい。こんなような技があって、さっきのリズムいろいろのところに、の一番下の方に行くと、そのカッティングのやり方も出てるんで、ぜひこれカッティングにもチャレンジしてもらいたいんですけど、このフレーズ結構印象的です。もう一回やります。タートタートタ、ダンダン、タタタ、1、2。ここ2拍開けるの結構ポイントになってます。はい。はい。そしたらその後なんですけど、まだイントロは続きます。このマーク出てきます。この矢印のマークは、リズムが前にズコーンと食い込んでくるよというシンコペーションが入るよというガズレレ独自のマークなんですけど、ちょっとこのイントロのコード、イントロ2っていう表記かな？イントロ2のコード進行を見てください。毎回入るでしょ。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンダダンダツ、ダンダツ、ダンダダ、F、スタスタ、G7、スタ。前にズゴンズゴンズゴンと入っていくわけ。これがね、結構ね、この曲めっちゃいっぱい出てくるんで、要注意です。もう一回じゃあ、そこのところへ行ってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダンダダンダツ、ダンダツ、ダンダツ、F、スタスタ、G7、次は入らない。ダンダダスタ、ここでバーン、スタスタ、ドーン、スタスタ、ドーン、スタンダダ。で、F で、ワン、ツー、スリー、フォー。伸ばしてから A メロに入っていくということになります。このシーコペーションは曲の中でも山ほど出てくるんで、で、見逃さないようにしてほしいんですけど、で、入るとこと入んないとこがあるんですよ。この見極めがなかなか奥が深いです。シンコペーションマーク入ってるか入ってないか確認しながら、キーポイントになりますよ。そして次はですね、A メロの途中のところで、ちょっとブレイク、止まる決めがあります。ちょっとやってみると、女子に感化、命はどうした、あとはパッパッパッ、神なき人間。G7 でダダ。今の分かった。もう一回やってます。せーの。女子に感化、命はどうした、あとはパッパッパッ、神なき人間。今の F の前でシンコペーション矢印が入って G7 でダダッと止まります。スタンダダダダダッ、こんな感じですね。はい。で、そんな感じでずーっといって、次の決めはですね、B メロの一番最後のサビに入る、手前のところでちょっとやってみます。B メロから全部やってみようかな。寝らざまで泣いて泣いて、どんな顔すればいいか、ここ伸ばせば勝てる。次ですね、まず、答えてくれよ。はい。今のやつ、答えてくれよのところで F で、タンとタンとタン。これは一番最初、イントロの一番最初にやった F のところと同じです。タートタートタってやるんですけど、次シンコペーションで E7 でタータタってブレイクの決めなんで、タートタートタタータタ。こんな感じですね。もう一回、答えてくれよ。闇を払って、とまたシンコペーションになります。ここがね、シンコペーションと決めの応酬になるんで、ちょっとね、複雑だと思います。もう一回、せーの、さん、はい。タートタートタタタタ、闇を払って、闇を渡って、毎回シンコペーションサビでは出てきますからね。はい。このパターンの決めは、ブリッジの一番最後のところにも出てきますということですね。はい。で、ちょっとそのままずっと行って、サビの一番最後に行って、サビの一番後半のところやってみよう。
して滅んできない痛み相手は世界、ここだ世界が待ってる、ここ世界が待ってる、ダダダダ、この世界が待ってるところでキメが入ります。世界が待ってる、この瞬間を、この F のところでちょっとジャカジャカジャカみたいにやるとかっこいいかなと思います。もう一回、世界が待ってる、この瞬間を、次ダダダダ、F と G7 ダダダダ、これもカッティングだとなおいいです。左手で止めるカッティング、左手で止めるの難しかったら右手で止めるでも大丈夫だと思います。そこからブリッジパートに入っていくんですけど、前半は伸ばしっぱなしなんでリズムキープをこうしっかりやってもらって、それをサビの後半で出てきました。16ビート打ち合って、そこやってみようか。 1,2,3,4 目の前の全てから、いけることさえやめた、ネジを繰り返し、そうそう、ここタトとタトとタタスタタ、さっきの B メロの最後に出てきたのと全く一緒のキメが、このブリッジパートの一番最後のところにも出てきて、そこからまた闇を払ってサビに戻る、こんな感じになってます。なんで今日疾走感ありつつも、ブリッジパートで一回サーッと弾くような感じだったり、キメでサビにドーンと突入する感じとか、こういうところのね、こう止まるところがね結構際立つっていうのがありますんで、ここ結構キーポイントです。この曲はやっぱね、曲のスピード感と言葉のこう畳みかけるような、そういうもののもうダーッと突き進む勢いの中にスーッと急に伸ばしたりとか、なんかこう不思議なね、コードがふわーっと出てきたりとか、きっとアニメのね、怪しいムードっていうか、この曲にすごく表現されているような感じを本当受けますよね。その世界にやっぱりこう没頭して、イメージの中で演奏するって、こういうのもすごい大事だと思います。まあ確かにこの曲はもう相当レベルは高いと思いますけどね、じっくりと時間かけて取り組みにふさわしい感じの曲かな。はい。それではやってまいりましょう。イブさんの開会期待、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,1,2,3,4! な感じで、いやさすがにちょっともう楽譜を見ながらじゃないとちょっとガズもねこれはできなかったんですけど、まずだって漢字が難しいもん、これ大問題でございますけど、これこの世界観好きな方はもうたまらないと思います。思いっきり夢中になってやっ
ってみましょう。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー、はい、それぞれ予約注文販売の再開と販売が再開されております。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学かけるガズレレのこのオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってますんで、皆さんこれぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもねリンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリットミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本のこの緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とその辺のオンライン書店をはじめいろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。